こんにちは、チャンです。去年 WDW に行ってきたので、その内容をビログ形式にまとめました。この動画はマジックキングダムの1日目のパート3です。パート1と2についてリンクを概要欄に貼りましたので、よかったらチェックしてください。今回の動画の内容について、残りのアトラクションと夜の城のマッピングです。カメラを基本的にバックにつけて撮ってましたので、かなりブレブレです。ドキドキ斜めになったりします。ランチが終わったところの続きになります。午後に最初乗ったアトラクションはカリブの海賊です。待ち時間を節約するために、事前にジーニープラスでライトニングレーンをこのアトラクションを予約しました。旧ラインは日本と全く違って、乗り場までかなり長いです。スタンバイで待った場合、平均20分以上です。ネタバレしすぎないように一部内部を見せます。カリブの海賊を乗り終わって、次のアトラクションを乗りに行きます。これも時間を節約するために、事前にスペースマウンテンのライトニングレーンを予約済みです。ちなみに友達の2人はこれを乗らないので、自分が1人です。入り口でマジックバンドをスキャンして入ります。前に並んでる人はマジックバンドを持ってないので、携帯でスキャンしました。乗り場の直前にもう1回マジックバンドのスキャンが必要です。スペースマウンテンに関してはもう内部の撮影が禁止になりました。席が狭いので、大きなカバンを持ってくるのがおすすめできません。日本のスペースマウンテンと違って1列1席計4席です。日本よりスピード出てる感じがしましたので、おすすめします。どのタイミングが分かりませんが、写真が撮られてます。写真が欲しい場合、上の番号を控えてアプリに登録すれば注文できます。アトラクションを出る前、いろんな宇宙関連なものが置かれています。出口までかなり長いです。だいたい3分程度歩きました。ミッキーの50周年の衣装をいっぱい取っときたいので、もう1回来ました。朝よりちゃんと話せた気がしますが、まだまだです。ここですぐにハグしました。幸せがいっぱいです。Two more, please.
アメリカのグリーティング施設にはグリーティングの様子を自動的に撮影してくれる機械があります。その写真を欲しい場合は機械にマジックバンドをスキャンすればアプリから注文できます。グリーティングが終わって7人の小人のマイントレインを乗りに来ました。 WDW の中で一番人気のアトラクションかもしれません。待ち時間が長くインディビュアルライトニングレーンを買いました。パーク内の景色も消えて、絶叫系アトラクションが好きな方なら乗った方がいいです。そろそろ夜のマッピングのために自蔵します。城前の番組の撮影がまだ準備中ですが、見物客がかなり増えました。いよいよ今夜のメインイベント、夜の城のマッピングです。夜のマッピングを必ず見てから帰っていただきたいです。1日目にしてかなり充実ができました。内容が盛りたくさんで全部にまとめきれませんでした。最後まで見てくれてありがとうございます。
次回の動画は WDW の2日目です。パークはエプコットです。エプコットの1日目を全部1つの動画をまとめきれないと思うので、何回に分けると思います。チャンネルの登録や高評価をしていただけると励みになります。インスタグラムとツイッターに毎日投稿していますので、よかったら覗きに来てください。では、またお会いしましょう。